突然ですが、この動画をご覧のあなたはこんなことにお悩みではありませんか？出席用紙や配布資料、授業スライドなど管理するものが多すぎる。配布資料を印刷するためにコピー機を使って大量印刷するせいで時間が取られる。テストやレポートなどを全員分を紙で回収してチェックするせいで自分の時間が取れない。休校や資料不備などで急な連絡をする際に参加者全員にメールを送らなくてはいけない。ああ、こんなことがスマホとかパソコンで一元管理できたら楽なのに。そのお悩み、Google クラスルームなら解決できます。 Google クラスルームでは今までのアナログな資料のやり取りや授業管理を一元化して全てをオンライン完結させることができます。例えばあなたが普段の授業中に使用したスライドや情報を紙資料を使用せずにスムーズに学生に共有することができるだけでなく、学生からの提出課題の採点や提出状況を一目で管理・活用することができます。もう大量の紙資料を印刷し持ち歩く必要はありませんし、学生とのシームレスなやり取りも可能になります。学生からすると授業での配布資料を自宅で受け取り、自宅で効率よく学習し、その学習成果をオンラインであなたと共有することができるのです。教師と学生にとってウィンウィンな関係を Google クラスルームなら構築することができます。私たち株式会社テクルでは Google クラスルームの便利な活用方法や操作方法を動画でしっかりと分かりやすく解説しています。受講者の中には学生だけでなく大学教師や会社員の方もいらっしゃいます。もちろん皆さん Google クラスルーム初心者の方々です。実は私が Google クラスルームに初めて出会ったのは、大学での担当教師がオンラインでの資料配布をしていたことがきっかけでした。自宅から大学まで片道2時間かかる私にとっては感動的なシステムであったことを今でも覚えており、このシステムを一人でも多くの方に知ってもらい活用してほしいと思い、この講義を開設し始めました。 Google クラスルームは Google アカウントを持っている方であれば誰でも始められます。 Google クラスルームであなたのライフスタイルを変えてみませんか？私たちがそのお手伝いをさせていただきます。